マ TV、YouTube、そしてニコニコ動画をご覧の皆様おはようございます。ヘイデンくんでーす。本日は東京都小平市にあります、スロット専門店ルーダスさんに来てます。ということでね、ヘイデンくん。まあね、ちょっとね、もう今10時ちょっと回ったぐらいなんだけど、まあね、余裕こいてたらね、なんと今日300人以上並んだってことでね、なんでそんな集まんのみたいな感じだったんですけどね。なんでも今日、あのね、攻略マガジンライターの、マキさんがね、来てるらしい。すごいね、マキさん！もう、まあ、ということでね、まあ、マガジンのライターさんが来るってことはね、今日結構店内、いい感じなんじゃないんでしょうかって感じなんでね。その前にね、300人もいたら、空き台がね、ちょっと、どうなんだろうって感じなんですけど、まあ早速ね、せっかく来たんで、行ってみたいと思いますって言いたいとこなんですけど、まあね、もう、このルール、やめてほしいよな。こいつね、早速、回さなきゃいけないかな。行ってみたいと思います。どっからスタートしたらいいかな。9か。おい！これね、3なんだよね。だから、ダブルアップ。ダブルアップ使います。あのね、まあ、前回からテレフォン、ダブルアップ。で、オーディエンスってね、もうお客さんも中に入っちゃってるから、お客さん聞くことできないから、行ってみたいと思います。マジか。まあ、ダブルアップのルールは、1から5。6から10。まあ、範囲が出たら、ダブルアップ成功。1から5だったら、そのまま、みたいな感じなんでね。いやー、6以上出ろよ。ってことで、どうぞ。あ、出た。9。ね。これでダブルアップ成功です。なんで、3、かける2ということでね、6で。6で頑張りたいと思います。入店やってきました。スロット専門店ルーダスさん。ということでね、こちら見てください。スロ戦限定、業界初攻略軍団が全国のスロ戦を完全攻略、ガチ実戦ということでね、もう4ホールやってるんですけど、その中でもルーダスさんがね、今日なんでございますよ。で、こちらの攻略軍団のね、ライターさん長野、マキさんがね、いるらしいんでね。まあ早速じゃあ、大じゃなくてマキさん探しに行こうか。わ、すごいな。いっぱいいるよ。ほら。マキさんどこだ？わ、すごい、番長。おつ、番長つ。すごいね。マジハロも回ってる。わ、すごいな。奥もすごいよ。やばいな。ただな、ART はやっぱ厳しいよな。バラエティもいっぱいな。バラエティいっぱい。ね、マキさんね、いるんだけどね、やっぱ仕事の邪魔しちゃいけないから。ね、困った。俺のね、作戦はね、番長ちょっと打って、ダメだったら、ノーマルタイプとかね、考えてたんだけど。ロックスか。ジャグラー？ジャグラー、いつもジャグラーばっかりつまんないよな。お、エヴァ、命の鼓動、飽きないなし、残念。あとはジャグラー、ラブリーの角台でいっか。角台で前日どうだったんだろう。あ、前日行きか。あー、わかんないね。3回でやめてるってことは。でもね、さっきね、見たんすけど、ここのお店、0回転の台見ると、7が揃ってるんですよね。だからまあ、学訓的なものを見てるんじゃないんだろうなと思うんだけど、なんで3でやめてんだろう。まあ学訓だったら1でやめるだろうし。あ、リプレイって可能性もあんのか。まぁ、あ、ちょっと打ってみようか。まぁ、あ、あれこれ探してもしょうがねえし。105、
105もいいか。なんかやだな、あの3でやめてるのはすごい気になる。105なんてまだまだだしな。いいか、とりあえずこいつ行ってみたいと思います。えいえい。はい、それではね、ラブリージャグラー行ってみたいと思います。ヘイデン君ではね、確か1回打ったことがある、うん、あんまね、プライベートでも打ったことないんでね、よくわかんないですけど、こちらのね、ナコシテジンが面白いよということなんで、ちょっと試しにね、やってみたいと思います。アーサーリーイーパッチャンス、まあ最初は順押しでブドウ、まあブドウ確率前世で共通なんで数えないでね、行こう。まあ中押しっていうのがこれでいいってこと？でもチェリーはどうなんの？あ、真ん中来たらブドウか。これはリプレイか。なるほど。ブドウ、よく回るね。おー、回るよ。そう、だから昔はね、結構信頼が出るとこんなにね、早くね、情報が出ないんで、だからどこを打つのかなとかね、自分で探しながらね、あ、ここ止まると何をは何なんだみたいなね、そういうのも楽しみの一つではありましたね。やばい、1000円ペカの予定だったのに。追加投資100枚目、6000円増やそう作戦はダメなのか。残念、追加投資150枚目。追加投資やばいね、200枚目。あとこれ、まあこれも入れて150枚。まあ余談すけど、最近よくね、北電子の犬だとかね、金もらってんだろうとかね、よく書かれますけど、そんなね、金もらえるほど世の中甘くないですよ。まあでもね、実際に100、閉店後101回目から、サマイ表記にして、マイナス2000枚だったのが、今、ねえ、プラマイゼロ近くまで行ってるっていうのは、やっぱり、ノーマルタイプ？剛性の軽い台？を打つっていうのがね、やっぱり結果が出てる証拠だと思うんでね。まあそういう意味ではね、いいんだよ、ジャグラーは。まあもちろんね、サンダーとかもありますけど。まあでもね、今ほら、エヴァとかね、出てきたから。追加投資100枚、残り100枚ね。俺のね、俺の見る目がなくてね、いい台じゃなくても、170から80回ぐらい回せばね、光ってもいいんじゃないの？光んないな。100ちょいから打ってから、もう150回ぐらい回してんだけど、そろそろいいんじゃねえか。ビギビギビビーン打ってるね。エバー玉でもよかったか。
おう、やばいよ。もう今さら作戦は変えられないから、これで光ってもらわないと。追加ロシラスト、頼むぞ本当に。そろそろチェリーなんだね。やっぱあっちだったかな、3回転。いやー、なんかやだな、あれよ。倒そう、本当に。ちょうど今、180回目ぐらいだから。チェリーか。どう、粘る。粘るよ、この粘ったついでに光っちゃえ。頼むマジ頼むぞチェリーなんだね。あと6枚。あー、ぶどう。あー、ぶどう。外れ1枚。はい、実戦終了、実戦終了ということで、今回も回転くん負けてしまいましたまあね、ほんとね、回転くんね、ルーレットになってから勝ってない。まあね、今度はルーレットごときにね、負けるようじゃダメだということでね。まあね、今までこう散々使えてたっていうね、運よく出ちゃったみたいなところがあるから、やっぱりね、このルールをね、克服してね、いろいろ勉強して、闇雲に座るんじゃなく、知識つけて、腕つけて、頑張ってね、このルールに負けないね、閉店区に、開店区にね、なっていきたいと思うんでね、頑張りたいと思います。ということでね、朝、380人も並んじゃう、スロット専門店、ルーダスさんの宣伝をちょっとだけ、まあね、このように、380人に並んじゃったりとかね、スロマガさんのライターさんが来てね、実践しちゃったりとか、あと他にもいろいろやってるらしいんでね、その辺はね、メール会に入ってね、情報をゲットして、あとは P ワールドとかチェックしてね、まあ、P ワールドよりかメールの方がいいよね。まあ、送られてきちゃうわけだから。まあ、そういうのをチェックしたりとか。あとね、まあ、たまにこうやって、閉店くん、開店くんもやらさせていただいてるんでね、次回の撮影予定がですね、4月の6日ということでね、こちら閉店くん撮影やりますんでね、まあ、前回ちょっと負けちゃってるから、今回はね、まあ、閉店くんの方はね、まあもう、勝っちゃいたいと思います。まあ、開店くんはちょっと勉強して、頑張りたいと思いますんでね。ということで、まあ、いろいろやってるこちらのお店、ルーダスさんに来ちゃってください。だけど僕は負けました。次回は頑張ります。引き続き応援の方よろしくお願いいたします。次回は勝つよ。えいえい。